1日 60g 以上のアルコールを飲む方は要注意です。脂肪肝かもしれないけど別に症状もないしまあいいんじゃないかなっていうふうに思ってる方、ナッシュになると10年以内に 10% から 20% の方が肝硬変に進行しちゃうんです。どうも、福岡天神内視鏡クリニックの秋山です。さて最近なんですけど、健康診断の受診率が下がっているっていうニュースを見かけました。で、これに伴ってですね、がんとか他の病気の数もですね、見かけ上減ってるそうです。言い換えるとですね、健康診断を受けていない、あるいは精密検査を控えているために、病気と診断されてない方が増えただけでですね、これらの病気が決して減っているわけではなくて、ただ隠れてるだけと、そういうふうに思ってたらいいんじゃないかなと思います。ただですね、これから健康診断とか精密検査を受ける方どんどん増えてくるんじゃないかなと思います。で、そこでですね、今回は健康診断で一番診断率が高いというふうに言われている脂肪肝について説明したいと思います。で、以前もですね、一度脂肪肝について動画を上げてるんですけど、まあ、そこからさらにちょっと掘り下げて今回話をしたいなというふうに思います。チャンネル登録とですね、便利なベルボタンの設定の方もよろしくお願いします。脂肪肝なんですが、文字通りですね、肝臓に中性脂肪が過剰に蓄積した状態のことを言います。で、実はですね、健康診断を受けた成人の中の約3割の方が脂肪肝と診断されてるんですね。結構多いですよね。じゃあなんで肝臓に中性脂肪がつくんでしょうかね。脂肪の取りすぎでしょうか。いや、答えはですね、炭水化物とか糖質ですね、これの取りすぎになります。ご飯とかラーメン、うどん、そば、お菓子ですね、こういったの、これらの取りすぎがですね、脂肪肝の原因になってしまいます。まあ、具体的に言うとですね、これらの食べ物を食べるとですね、腸の中でまず分解されてブドウ糖になって吸収されます。で、グリコーゲンとして肝臓に貯められます。まあ、お腹が空いた時とかにですね、肝臓に貯めておいたこのグリコーゲンっていうのを使って血糖値をガッとこう上げたりしてるんですね、人間はですね。ただこのグリコーゲンを貯めすぎると今度はですね、中性脂肪に変わってしまいます。で、そしてこの中性脂肪が肝臓に溜まってしまうんですね。で、この中性脂肪っていうのがチクチクとこう肝臓を攻撃して、それでですね、壊されたその肝臓の細胞、肝細胞がですね、 AST とか ALT とかガンマ GTP っていうのをバーッとこう吐き出しちゃうんですね。で、血中にこれが流れ出してしまいますので、それでこれらの数値が上がってしまうというふうになります。これがですね、脂肪肝のメカニズムですね。ですので、健康診断とかで肝臓の数値 AST とか ALT とかガンマ GTP とかですね、が高い方はですね、脂肪肝である可能性というのは必ず考えないといけないと言われてます。次にですね、脂肪肝の原因について解説をしたいと思います。脂肪肝の原因はですね、大きく2つあります。まず1つ目がですね、アルコール性の脂肪肝ですね。まあ、これは有名ですよね。長年の飲酒によって起こってくる脂肪肝ですね。まあ、1日 60g 以上のアルコールを飲む方は要注意です。ちなみにアルコール 20g なんですけど、ビールで 500cc、 日本酒で1合、ワインで 200ml と言われています。2つ目ですね。2つ目の原因なんですけど、非アルコール性脂肪肝。英語でですね、ノンアルコーリックファッティリバーディジーズと言います。まあ、これらの頭文字を取って NAFLD、NAFLD というふうに読みます。まあ、男性でですね、1日 30g 未満、女性で1日 20g 未満のアルコール摂取量なのにもかかわらず脂肪肝になっている方はこちらに分類されます。肝臓内科のですね、領域の中で、まあ、にわかに注目されているのがこのナフル D ですね。なんでかっていうと、全国で1000万人以上の方がこのナフル D というふうに言われているからなんですね。いやー、でも健康診断で、まあ、肝数値高い、脂肪肝かもしれないけど別に症状もないし、まあいいんじゃないかなっていうふうに思ってる方、
いらっしゃるんじゃないかなと思います。実はですね、ナックル D の 10% から20% の方がですね、ナッシュという病気にひっそりと進行することが分かったんですね。ナッシュとはノンアルコーリックステアトヘパタイティスの頭文字を取ったものです。ナッシュってなんだ、ナッフル D とどう違うんだろうっていうふうに思っている方多いんじゃないかなと思います。確かにナッフル D もナッシュも基本的に無症状ですし、身体的に特に変わりはないんですよね。簡単に説明すると、ナッフル D の方はですね、ただただ肝臓にたくさん中性脂肪がついただけの状態です。ですので肝炎とかは全く発症してない状態と思っててください。対してナッシュですが、肝臓についた中性脂肪ですね、これをエネルギーとして使うときに肝臓の細胞がですね、傷ついちゃうんですね。でそれが積もり積もって肝臓に炎症を起こして肝炎を発症した状態になります。まあこんな感じですね。でもナッシュになるメカニズムっていうのは正直よく分かってないんですね。ただ怖いのは、ナッシュになると10年以内に 10% から 20% の方が肝硬変に進行しちゃうんです。で、肝硬変になると今度は肝臓がんができてしまうことがあるんですね。で、僕個人の印象なんですけど、有名なウイルス性の肝炎、B 型肝炎とか C 型肝炎などのですね、こういうウイルス性肝炎よりもナッシュの方が肝硬変になるスピードが早いんじゃないかなというふうに思ってます。ですから要注意ですね。まあ、ナッフル D もですね、ナッシュも健康診断の血液検査だけではですね、どちらなのか区別は全くつかないので、健康診断で肝臓の異常を指摘された方はですね、まずは病院を必ず受診して精査を受けてみてください。さて次にですね、脂肪肝の治療について説明をしたいと思います。脂肪肝の治療なんですけど、まずはですね、ダイエットが基本になります。脂肪肝の方はですね、一般的に今のご自身の体重のですね、 5% 前後、まあ、例えば 50kg の人だったら 2.5kg、 60kg の人だったら 3kg ですね、を減らすと肝臓から脂肪が落ちてくるというふうに言われてます。そしてですね、糖質の摂りすぎにも注意します。炭水化物とかお菓子、ジュースなど摂りすぎてる人いらっしゃいませんかね。まずはですね、食生活から変えていきましょう。次にですね、お酒を飲む方はお酒をなるべく控えるようにした方がいいと思います。なんでかっていうとですね、肝臓はですね、アルコールを分解する機能があるんですけど、アルコールをですね、分解するのってかなり大変な作業なんですよ、肝臓にとってですね。我々が思ってる以上に大変なんです。ですから毎日お酒をですね、少量でも飲むっていうのは肝臓にかなり負担をかけているというふうに思っててください。理想はですね、まあ、週に2日ぐらいはお酒を飲まない日を作るっていうのがおすすめですね。でさらにですね、お酒を飲むのであれば、糖質の高いビールとか日本酒、ワインなんかよりもですね、蒸留酒であるウイスキーとか焼酎の方をおすすめしたいなというふうに思います。またですね、運動も非常に効果的です。ウォーキングとかジョギングなどの有酸素運動をですね、1日30分ぐらい行いたいところですね。で、運動の効果ってですね、48時間程度持続するというふうに言われてますので、まあ、最低でも週3日行えば大丈夫なんじゃないかなと思います。まあ、習慣化するならやっぱ毎日運動した方がいいでしょうね。以上はですね、脂肪肝の解説になります。健康診断でですね、肝臓の数値が高い方、脂肪肝と診断された方、この動画を参考にしてみてくださいね。今日はここまでになります。それではまた次回お楽しみに。